横浜 F ・マリノスに18年入って、はい、どうでしたか。高卒でその、うん、まあ、プライベートな部分であったり、うん、サッカー の, このスピードであったり慣れるのが大変で、うん、そこにフォーカスをしてしまって、うん、全然監督にアピールも何もなかった、うん、全然戦力外っていう感じで、うん、まあ、陸上部のような1年間でしたね、うん、はい、走ってたと。そうです、まあ、周りもタータンで、うん、フィジカルコーチとステップしてダッシュしたりもうこれ陸上部やないか試合は出てないし、はい、まあ、天皇杯の登録1人漏れるような知らない間に登録されてなかったされてなかったっていうパンフレットとか見て、はい、あれ名前ないやん